ポストミア街道ベローナのガービモン付近で復元されたポストミア街道の一部ポストミア街道は北イタリアに建設されたローマ街道。現在のジェノバからイタリア北部を横断しアドリア海北岸の中心都市であったアクイレアに至る。紀元前148年に失政官スプリウスポストミウスアルビヌスマグヌスが建設したジェノバの海岸を起点とし 山越えして、ダートーナ、プラセンシャ、クレモナのすぐ近くでポー川を渡る。クレモナを過ぎると街道は、ベッドリアクムまで東に向かい、そこで分岐し、一つは、ベローナに向かい、もう一つは、マンツワ、ゲモナ、アクイレアを結んでいる。リグーリアの軍事占領においてはこの街道が重要な役割を果たし、この街道沿いに、重要な街がいくつか生まれることになった。 フレモナは、街道のちょうど中間点にあり、西と東の道のりがほぼ同じである。ビア、ジュリア・オーガスタはアウグストゥスが、紀元前13年から建設を開始した、ローマ街道で、ビア・アミリアス・コーリと、ポストミア街道をつなぐ街道である。プラセンシャを起点として、ラチュルビの外線門まで続いていた。後にアリレーツまで延長され、ドミティア街道に合流するようになった。 途中、ダートーナ、ワダサバチア、アルバイン・ガウナム、アルバム・インテミリウムを通っている。古代のガービ門には、ポストミア街道から分岐したベローナへの道の遺跡がある。ありがとうございます。